シャコタン町は、北海道尻り市総合振興局管内にある、シャコタン群の町。シャコタン半島の先端部を占め、吉国、イリカ、アマリベなどの漁港がある。漁業、林業、落農を中心とした農業を行う。大正時代までは、ニシン漁で栄えた。新井岬など断崖絶壁の海岸は、ニセコシャコタンをたる海岸国定公園の一角をなし、北海道で、 唯一の海域公園に指定されている。さらには、北海道遺産である、新井岬がある。騒乱節の古里でもある。町名の由来は、アイヌ語で、シとコタンの二語を合わせたもので、意味は、シャクコタンとなる。漁業、農業、観光業が中心である。二0 1 1年四月一日からシャコタン長が整備した、FTTH を NTT 東日本へ、 いる契約により施設を貸し出すことによる光、ブロードバンドインターネット接続の提供が開始された。全庁全域で利用可能である。社庫担当が FTTH を整備し、南市庁対策のための地上デジタル放送及び、BS デジタル放送の再送信及び、IP 国地機による IP 電話サービス及び、各世帯への自治体情報の提供が行われている。 新井美咲、島武市海岸部には、シャコタンの名物の一つである、温泉イベント6月シャコタンソーラン味覚祭り7月日祭り9月シャコタン、生き生き祭り11から12月どっこいシャコタン冬の、人、新井美咲、三河健一。ありがとうございます。